どうもー、世界数少ない100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。11月29日の朝です。はい、今日は本当はね、1日ホールチェック行きたいんですけど、朝から夜までちょっと人と会う約束をしているので、行きます。はい、まあ間時間もちょっとあるんでね、その時にまあいろいろこれからのことを考えていきたいと思ってます。時間なんで行ってきます。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうも、今僕どこにいるか分かりますか？今六本木にいるんですけど、ちょっと暗くて分かんないかな。マジック東京O というところに行ってきます。はい、ちなみに横にあるね、モノマネのスターっていう店は行ったことあるんですけど、このマジックの店は初めてです。うん、で僕がねずっと好きだったキラさんという方がいまして、その人が出るので行ってみたいと思います。はい、今時刻が20時20分なんですが、友人と19時半に待ち合わせしてるんですけど、友人は来てません。遅くても19時半には行くねって言ってたんだけど、来てません。間に合うんでしょうか。はい、まあ楽しみにしています。行ってきます。はい、はい、どうもこんばんは。こんばんは。今マジックバー、マジック東京O に行ってきました。行ってきました。はい、一緒に行ってきた友人が19時半に、遅くても着くよと言ってたんですけど、結局始まってから来ました。来上がりましたね。はい、まあ良かったですね。はい、いや僕は念願のキラさんに会えて本当に嬉しくて、心臓止まるかなと思いましたね。いやね、本当に1年ぐらい前から YouTube の動画とか、ね、うん、送ってくれてたもんで、うん、そして、まあ、ステージ上がりたい人と言われて真っ先に手を挙げて上げてもらったんですけど、まあ、その時もドキドキだったんですけど、ステージ降りた後に僕は服をずっと団地にしていただくことに気がつき、ちょっとね、主役はどっちなんだっていう。いや、本当に、いや本当に恥ずかしい。これです、これ。まあ、いって。ね、やばい、本当に。このまぬけそうな顔してるよ。このずれてるっていう。すごい真面目な顔してるのに、舌ずれてるっていう、この、どうしたらいいのかなっていう。ね、これはやばい。これはやばい、本当に。これがね、この真面目な顔をしながら実は下ずれてるっていうのが、やめてくれ、本当にすごい、なんか一人で笑ってるから、それが面白い。やばい、本当にやばい、これはやばい。この真面目な顔を見てます。ずっとお客さんね、僕を見てこいつ団地だなと思ってたわけでしょ。そう、やばいって。キラさんの回なのにね、完全に目線をかっさらうっていうね。これ絶対やっちゃいけないことでしたね。絶対やっちゃいけないこと、マジでっていう、はい、ただ本当に今すごかったです。まあその僕の恥はもういいっすわ。本当にすごかった、あれマジックね、うん、ことはちょっとキラさんのマジックもすごかったし、他の方が僕たちのテーブルに来てくれてやってくれた、ね、ヒヨさんって方、かっこよかったな。かっこいいし、もうなんか完璧、すごかったですね、うん、ぜひちょっと行ってほしいです、うん、6000円、あ、6000円じゃないか、いくら、7500円ぐらいで、見れます。うん、ビール一杯飲んで、はい、いや本当にあっという間だった、うん、どのくらいの時間だったのかな、結局。1時間半とか。そうだね、1時間遅刻してきたからね。はい、はい、ちょっとあのペットボトル見せてあげる。あれね、あれ違うよ、おまけ、それじゃないよ、今手に持ってるペットボトル。ちょっと待って、これを見せたい。それはいいって、だからそれはいいから。あ、間違えた。
もういいからそれは。このねスマホもね、あのこれですよ、うん、そうスマホもね暗証番号分かっちゃうマジックがね、ちょっと暗証番号変えた方がいいよマジで。いや暗証番号も勝手になんか見破られてオートコントロールされて開けられちゃったんですよ。そう僕がかえちゃん、あ僕があの携帯で入力した文字も全部分かっちゃったっていうね。そう、はい、っていう感じで、感じですっごい楽しかったです、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、はい、ちょっと話があるんだけどさ、はい、あの、うん、付き合ってくれないかな。はあの僕の彼女になってくれませんか。マジックの延長ですかね。どうですか、どうですかね。いいですか。いやいや何の話ですかね。うんってことです。あの今分かりました。あのねマジックのすごい言ってるけど大丈夫です。マジックの今、うんって言ってもらえたので僕たち付き合います。はい、はい、彼女できました。誰と付き合うんですか。タイちゃんと付き合います。タイちゃん、はい、どこのタイちゃんですか。隣のタイちゃんと、隣のタイちゃん。あのねマジックのあのドキ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 をした後に告白すれば付き合えるっていうのをホットドッグプレスで読んだので、はい、これ本当でした。彼女できました。よくわかんない。はい、バイバイ。彼女できました。これで目標達成できました。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ。チャンネル登録してね。